選挙で使用される投票箱募金箱箱は、物を入れるための容器の一種。貨物輸送に関する国連勧告、リーコメンデシャンズ、オンザトランスポートオブデンジャラスグッズでは、箱は、金属、火、合板、再生木材、ファイバイタ、プラスチックその他の適当な材料で作られた、完全な方形、または、多角形の面で構成された容器と定義されている。 一般的には箱は脳型体か立方体である。その形状から工学的に垂直方向や水平方向で辺に平行ないし直角に加わる。力には強く同じ大きさの箱構造を積み重ねることにも向く。また空間を隙間なく充填できることから隙間の効率的な利用にも役立つ。箱は日常生活のあらゆる場面において様々な素材。 大きさ、性質のものが様々な用途に利用されている。ある時には物の保管や輸送に利用される。容器自体で一定の形状を保持できるものを箱と呼び、内容物により形状が変化するものを袋と呼ぶ。この二つは共に基本的な容器の形状であり、それらは様々な側面で利用されている。箱の材料について、 貨物輸送に関する国連勧告、リーコメンデシャンズ、オンザトランスポートオブデンジャラスグッズでは、鋼、アルミニウム、天然木材、合板、再生木材、ファイバイタ、プラスチックに分類している。プラスチック製のものには、硬質プラスチックのものと発泡プラスチックのものがある。また、再使用を前提としないパッケージでは、紙で作られたものが多い。 このほか竹などの材料で作られる場合もある。携帯は脳が叩いて蓋がついているものも多い。密閉性がなく固形の内容物をまとめて運搬する用途の箱から密閉性があり、液体を入れる箱まで様々で、また内容物の性質にもよっても材質が吟味される。式の場合、組み立て箱、針箱、段ボール箱などに大別される。 組み立て箱の形式には次のような種類がある。張り箱は、ボール紙などを芯にした箱に、美しく印刷した紙を貼ったり、型で浮き出し加工を施したものである。電化製品や、みかんやりんごなどの果実類の運搬用などに特に、強度や、耐衝撃性を高めた段ボール製の箱を、段ボール箱という。プラスチックコンテナには次のような特徴がある。 輸送目的で循環して使われる箱を通い箱という。プラスチックコンテナの場合、アウトプット型とインプット型がある。硯は箱容器でなくても脳型体に近いものを指して箱型ということがある。積み木やブロックのような中まで均一の素材が詰まった脳型体もしばしば箱と表現される。その一方では建物や店なども箱と呼ぶことがあり。 行政が何らかの利便性ないし利用されることに絡む効果を期待して建てる建築物を俗に箱物ないしその制作を箱物行政と呼ぶほかイベント関連業界では工業用施設を箱と表現しまたディスコクラブを指して箱と呼ぶ場合もあるありがとうございます